第9位、こちらを皆さんと一緒に考えていきたいと思います。でもまずは1枚目から見ていきましょう。何のワード来るかな。ちょっとね、さすがに1枚目ではちょっとわからない。いや、なんか今遠くからジリジリって聞こえてきた。あやちさんの天の声が聞こえる。え、じゃあジリジリはないですね。今日も天の声が聞こえてきますよ。ちょっと私、あやちさんみたいに1枚目ではちょっとわからないので、わかったってなれないので、ちょっと2枚目見ていきたいと思います。続いて、じりじり厳しい残暑も継続中ということでいただきました。遠くからホラーって聞こえて、確かにじりじり入ってるな。難しい難しい、あ、なんか難しくなってきた。みんなどうだと思う。もうずっとじりじりだっていうね、天の声がすごい聞こえてくる。じりじりかも。あ、やっぱりみんなじりじりかも。どう、みんな秋で勝負だ、じゃあ秋で勝負だって。秋、なんかあれ、天の声聞いてからかな、秋の方が増えてきたかな。え、じゃあ逆いく。なんでって聞こえてきた。やばいやばいやばい、なんでって聞こえてきちゃった。え、どうする、皆さんどうする。あ、秋でいく、秋で。え、じゃあ、あえてここは逆に行って、どっちが当たるかっていう感じにします。じゃあちょっと秋で行く。じゃあ、あえてここじゃあ秋にして、天の声と戦ってみましょうか。さあ、では私は秋で、天の声はじりじりで。いきましょう、正解こちら。スタッフさんから聞こえてきますけど。さあ、改めて見ていきましょう、こちら。皆さん勝ちましたね。いや、すごい、なんでって言ってましたけど。いや、ちょっとね、涙出てきちゃった。あ、ということで、先ほど、はい、引き継ぎの時にも、そのキーワードランキングの話をあやちさんと3人で実はしていたんですけれど、最強の助っ人がいたということで、ね、さ、1枚目から本当に分かるんだって言ってたけども、本当に分かるんだったらもっと当たってるんだよ。そう、なんかこう1枚目で分かったってなんでなるんですかっていう話をね、してたんですよね。そう今回も1枚目からジリジリって聞こえてきたので、ちょっとずっと納得いってなかったですけどね。でもさ、でもしょうがないもんね。でも実力だから。でもこの前は当たったって言って、ああ、たまたまね。たまたま当たったの、うん、いや、もうこの前、ちょうどあやちさんのキーワードランキングをこう切り抜きでちょうど見て、うん、はい、優しいのは本田さんだけだっていう投げてました。あ、本当。あ、本田さんもね、やっぱり優しい人ですから。まあ、自分はでもあくまで事実しか伝えてないので。そうね、事実しか言ってないってことですよね。以上で見方じゃなくて、
単純に事実だけを伝えてるだけですけど。ちょっとまたね、宇野沢さんとあやつさんのキーワードランキングもね、いつしかまた見たいところですけれど、はい。